れてすまぬ。危なかったが、任務完了だ。お二人ともありがとうございました。おかげで望みを叶えられました。それにお願いの通り、人を殺めぬよう努めてもらいました。最後は仕方ありませんでしたが、それにしても一つ気がかりなことがあるんです。あの時目にしたものがまだ頭から離れなくて。我々は野党ではありません。あくまで高額のために拝借しただけです。それよりも、老害で死んだ船員は毒使いなら病を治せると言いました。死ぬ間際のたわごとといえばそれまでですが、あの病は必ず死に至る毒のようなもの。それを毒で治すなど考えられない。古の任務、毒をもって毒を制す術があったと聞く。老害が毒ならそれを制する毒もあるやもしれん。沢村さん、それを聞いて思い出しました。僕の医術の死が広めた主刀のことです。主刀は弱い毒を使って天然痘を防ぐというものでした。老害にも似たような治し方があるのかもしれません。やはりアメリカには未知の医術や技術がある。決めました。僕はどんな手を使ってでも必ずアメリカへ行ってみせます。そして多くのものを掴んで帰ってくる。老害の治し方もきっと